中を分けゆく馬車の鈴、遠くほのかに触れかかる山よ、止めよ、どの影を乗せて流れる菊間どうでしょう。もう一度考え直していただけませんか。事情が事情ですから無理とは言いませんが、とにかく今は社でも薬が足りなくて弱ってるさです。でも兄が出世した後は年取った母一人になりますので、私が帰らないととてもやっていけないだろうと思いますから。そうですか。わかりました。あなたのような方を失うのは甚だ残念ですが、どうもやむを得ないでしょ。勝手なことばかり申し上げてすみません。おい、邦子さん辞めるって本当かい？本当らしいよ。お気の毒様ね。お辞めんでも行くのかい？さあ、どうだっか。田舎に帰るんですって。どうしたんだろうな。しかし残念だな。我が社の国を失うなんてことは本当に残念なことだと思うな。関心なくたっていいわよ。これから私が国になってあげるわ。諸君、ちょっとお知らせいたします。実は秋元邦子さんが急に当社を辞められることになりました。この度秋元さんのお兄さんが名誉の恩賞をされまして、そのためお母さんただ一人がお国に残されることになりましたので、秋元さんとしてはお母さんのため、どうしても田舎へ帰って、お兄さんの代わりにお母さんやお家を守っていきたいとこう申されるのかかる理由である以上、社としてはあなかな残念でありますが、強いてお引き止めするわけにはまいりません。秋元さんは社において模範的な事務員であったように、今後は模範的な農村の一助生として大いに活躍されることを信じます。我々は秋元さんの将来をお祝いして拍手を持ってお送りいたしましょう。皆様、いろいろとお世話様になりました。私のような二日者が今日まで対価なく3年もの間お勤めできましたのは、一人に皆様のおかげと本当にお礼の言葉もございません。私田舎へ帰りましたら二度と東京へは来られないかもしれませんけど、遠くから皆様のご健康とご幸福をお祈りいたしております。では皆様ごきげんよう。びっくりしないでね。何ですか？くんちゃん帰ってきたのよ。
くにちゃん。ええ、早く行ってらっしゃいよ。くにちゃんもとても会いたがってたわ。そうかい。じゃあ頼むよ。だって兄さんに一目会っておきたかったんだけど、何しろ急なんでしょ。本当にさ、お前んとこ知らせる間もないくらいだったんだもの。でもよく帰ってくれたよ。これでお母さんも助かるよ。あら、そんな、兄さん会えなくなったんですもの。私がお母さんや、この家を守らなきゃ守る人いないじゃないの。ありがとうよ。兄さんもそれを聞いたらきっと喜ぶよ。お前着替えでもしたら。ええ、いい服が汚れといけないよ。この服汚れとって構えしない。もう用がないんですね。だね。さあどうぞ。いつ帰ってきたのさ。帰る時間さえ知らせてくれりゃ駅まで迎えに行ったのに。でも急いだし、それにみんなびっくりさせようと思って。そうか。東京行くと人が悪くなるね。あら、じゃあお上がりになって。うん。ああ、清さんか。あ、おばさん、こんにちは。さあ、こんにちは。さあさあ、お上がりな。でも本当に綺麗になってびっくりしちゃったよ。嫌な気がした。私こんな服着てるからそう見えるだけよ。着替えちゃうわ。まあいいよ、そのままで。もう少し見せてくれよ。それよりね、キヨシさん、私兄さんの代わりに働くつもりで帰ってきたんだから、キヨシさんにもこれからいろいろ仕事を教えてもらおうと思って。ああ、いいと思う。でもそんな綺麗な手で田舎の仕事できるかしら。できるわ。私何だってするつもりよ。そうかい。それはおくにちゃん偉いな。ねえ、おばさん。まあおくにも入ってくれるんだから面倒でもない。清さん、ああ、みんなでしっかりやって戦地にいるのぶさんが安心しておくにのために働けるようにしてやらなくちゃね。えおくにちゃん。ええ、よろしく頼みますよ。まあね、いつも兄さんの手紙に書いてあったの。秋月って言うんだよ。そう、随分洒落た名前ね。はい、秋月さん、私おくにって言うのよ。どうぞよろしく。なんだおくにちゃん、馬に挨拶してるのかい。ええ、だってこれから一緒に働くんですもの。うん、それもそうだね。おくにちゃんの仕事はまず馬からだからね。あ、ちょうどいいよ。この馬今度徴兵検査を受けるんだし。まあ、馬にも徴兵検査があるの。ああ、あると思う。人間が兵隊になったと同じように軍事教練を受けるんだよ。じゃあ合格したら入園するの。いや、入園はしないけど毎月集まって軍馬になれるように鍛錬するんだ。そうすると馬の代表軍人だっけね。そうだ、馬の代表軍人は良かったね。とにかく合格したら僕が馬の扱い方を教えてやるから、兄さんに代わってお兄ちゃんがそれをしてやるんだね。いいわ、秋月さん、しっかりやりましょうね。待ってるのね。当たり前だよ。お兄ちゃん、どうした、合格したかい。え、教師さんは合格だよ。よかったね。すぐ帰るかい。ええ、じゃあちょっと待っててくれよ。ええ、おい、俺先失敬するよ。うん、
おい前だ。いくら国ちゃんが返したからといってたまに俺たちでも話ぐらいしろよ。話ぐらいするよ。なんだい。なんだいって言って今は急に話があるわけじゃないからさ。なんだ。じゃああの時言ってくれよ。じゃあ復帰したやつだな。おい前だ、女には気をつけろよ。タイムアルミだってこと忘れんなよ。分かってるよ。何なの。うん、僕はお国ちゃんとばかし一緒にいるんで怒ってんだよ。まあでもあんたのことタイムアルミだなんて何なの。ああ、あれはね、僕が愛した人と一緒に満州融資しようっていう約束をしてるもんで、女のためにそれを忘れるなっていうわけさ。まあいいお友達ね。みんないいやつだよ。あの人たち私を悪い女だと思ってんのかしら。そんなことはないさ。まだ見てやがる。チッ、いい気なもんだ。あ、そう腐るなよ。これが日がまずいられるかってんだ。こうしてこの道を奥にちゃんと歩くの、ずいぶん久しぶりだね。そうね、私東京にいてもよくこんとこ二人で歩いたの思い出してよ。本当かい。ええ。僕は本当言うと、おくみちゃんは東京行ったきりもう帰ってこないような気がしてならなかったんだ。まあひどいわ。そんなんまじゃなくてよ、私一日だって田舎のこと忘れたことなかったわ。夜中男が入るときっとこの川の音がみんなそこに聞こえてくんだよ。そうしちゃいろんなことを思い出したわ。うちのことやあんたのこと。しげちゃんかい。ご精が出るわね。何見てんの。好きだよ。無謀が好きだからね。それでも向こうへ送ってやろうと思って。あ、そう、ちょうどよかったわ。私も靴下めたから送ってちょうだいね。そうかい、すまないね。さあ、まあお上がりな。おくみちゃんまだ。もう検査も終わったろうにね。もう終わってるわ。きっとうちの兄さんとまたブラブラやってんのかもしれないわ。そうかね。もう冬だもん。山はあんなに雪だ。また寒くなるんだな。あんまり寒いと奥美ちゃんまた東京行きたくなるんじゃないのかい。そんなこと。奥美ちゃん、何か。何でもないんだけど、あんたがさっき言ったマンシー食って話。それがどうかしたのか。どうもしやしないけど、あれいつ行くの。まだいつって決まってるわけじゃないけど、これからはこんな狭いところで人間同士がお互いに困ってるより、僕たちの次男坊はあっち行って新しい天気を開拓した方がお国のためにも僕たちのためにもいいと思って、あいつたちと計画してるんだ。まだ具体的な話にはなってないんだ。そう、素敵だわ。でもねえ清さん、もし行く時が来たら私はどうしたらいいの。どうしたらいいって。私も一緒に連れてってもらえるの。何を言ってんだ、当たり前じゃないか。バカだな。僕はどこへ行ってみてもおくにちゃんを置いていくようなことはしないつもりだ。おくにちゃんが言ってくれりゃこんな嬉しいことはないからね。そう、それ聞いて安心したわ。私考えたらなんだか心細くなっちゃったんですもん。男って満州とか大陸の話になるとすぐ女のことなんか忘れちゃいそうで。
嫌だわ。僕はそんなことしないよ。おくみちゃんこそ一人で東京行ってしまったりなんかしてさ。あれは違うわ。働くために仕方なしに行ったんじゃない。ひどいわ。兄さん、おくみちゃん、いつまでも何してんの。あんまり道にさしてはダメよ。あ、だってちょっと話があったんですもん。何の話か知らないけど、そんなとこで二人でこそこそ話してるなんて穏やかでないわよ。なんだ、余計な世話やくない。おひげのやつもうこじゅうと根性出してやろう。まあひどい。あんたたちこそ私をもうこじゅうと扱いにしてんのね。いいわ、私怒ったわ。おひげちゃん、待ってよ。知らないわ。いいんだ。なあ、もう帰ろうか。え、日があんなに落ちてきた。おっかさん、もうおやすみなさい。何してんの。おっかさんものぼうに手紙を出そうと思ってさ。まあおっかさん、いつそんな手紙なんか書けるようになったの。のぼうをびっくりさせてやろうと思ってね。この間からお参りの愛称で習ってんだけど、まだダメだよ。まだ見ちゃったからなさ。ちょっともダメなことなんかないわ。そうかい。のぶお、これはおっかさんが書いているんだよ。お前に手紙を書きたいので、おっかさんはこの年になって手習いを始めた。やっとこれだけ書けるようになった。おかしな字だけど我慢して読んでおくれ。疑問袋を送ったよ。お前の好きな吹きの佃煮もある。うちではみんな元気で、秋月は軍用保護馬になりましたよ。喜んでおくれ。お前もうちのことは心配しないで立派な働きをしておくれ。頼んだよ。やっぱりおかしいだろ。どうもおかしいことなんかないわ。兄さん、これ見たらどんなに喜ぶか知らないわ。でもノブのお友達に見られたら笑われてかわいそうだよ。笑うんですか。みんな褒めるわ。いいおっかさんだってみんな褒めてよ。ねえおっかさん、これ出しましょうよ。そんな芋袋より喜ぶに決まってるわ。そうかい。じゃあもう一度書き直そうか。どっか違ってとこないかい。ないわ。じゃあね、ここのとこだけお直しなさいよ。ここか。ええ、こういうふうにうちではとか秋月はっていうときにはこの間でいけないのよ。パッて書かなくて。あ、そうかい。そうかい。なかなか難しいわ。おかり寒くなってしまったね。お疲れかい。え、ちょっと街まで来てきたよ。でもおばさん、えらいね、風も吹かないで。おかゆさんでこの通りだよ。もう留守に寝込んだりしちゃ大変だからね。本当よ。気をつけて、あんまり無理しない方がいいわ。ありがとう。のぶおさんからそのことありますか。ああ、ゆうべ手紙が来たよ。おしげちゃんの作ったとっても喜んでたよ。よろしく言ってくれて。そんなもんで。今度はね、成果本なのよ。巨人でもできるから、他にでもやってくるわ。そうかい。そりゃすまないね。のぶおもいよいよ今度前線へ行くんだって。とても元気らしいよ。そう。もっと手柄立ててくれっていいわね。うん。お入りな、お茶でも入れよう。おくんちゃん、あんまのさんだよね。はい、清さんと一緒だよ。おくんちゃん、めらーね。
かに今になれた人らしいわね。みんな金ちゃんのおかげだよ。鍛錬は幸い一人の欠席者もなく、皆さんの熱意に対して村長として厚くお礼を申し上げます。この鍛錬はいわば馬の軍事教練とも言うべきものでありますから、皆さんもよくこの趣旨を了解して、一旦挑発を受けた暁には軍馬として立派に国家にご奉公できるよう、この上とも皆さんにご努力をお願い申し上げる次第であります。お忙しいところ皆さんどうもご苦労様です。いや、おくにさん、なかなか馬の扱いが上手になったね。そりゃうまくなるはずですよ。清志君という先生がついてますからね。なるほど。いや、そろそろとお兄さん元気かね。元気でやってるそうです。そう、それは結構。ついでの時によろしく言ってやってくれ。はあ、いや、おい前田、おい前田、今日はちょっと話があるんだがな。話？うん、今日はぜひ俺たちと付き合ってもらいたいんだよ。そうか、じゃあちょっと待っててくれよ。なあに、お友達が呼んでるでしょ。いらっしゃいよ。悪いわ、私のためにお友達を何しちゃ。うん、それに私も今日は山行かなくちゃならないです。そうか、じゃあ行ってくる。どうせ大した話じゃないんだろうけど。じゃあさよなら。いや、いや、お待ちどう。今日はどこでも付き合うよ。しかし悪かったかな。ガラにもないこと言うなよ。で、なんで話って。うん、決まってるじゃないか。満州行きだよ。まだはっきりしたことわからないんだけど、今度県で向こう行く移民を募集するらしいんだよ。本当か。うん、本当らしい。それについて我々も今後の相談しとかんと、いざとなって慌てるようなことはできんからな。うん、そりゃそうだ。まだ大いに研究しとかなくてならんことがあるからな。それじゃあ後ろかでも行って相談しよう。あきこさん、なに？ねえ、こちらから行かない？その方が早いわ。あら、こんなとこ危ないわ。こっちから行きましょうよ。びっくりなし。この村の冒険しなくて面白くないわ。だって安全第一だわ。いや、私ね。じゃあいいわ、あなたはそっちからいらっしゃい。私はウサギ、あなたはカメ。まあ、どうかもいらっしゃい。いいわよ、その代わり昼寝しないでちょうだいね、ウサギさん。何言ってんの。あ、失礼ね。なりまして。あ、いいな、それはいけませんわ。じゃあバサリン様になってください。お送りしますわ。すいません。
まだお痛みになりまして。ええ、でもおかげで本当にすいません。久美子さんじゃありませんか。久美子さん、しばらくでした。しばらくでした。実に不思議なとこでありましたね。お兄さんはご存知なの？ああ、先に僕の方の会社に勤めてたかって。わあ。さあ、とにかく部屋へ。さあ、どうぞ、どうぞ。お兄さんの知ってる方に助けていただくのって、やっぱり、冒険はしてみるもんね。わあ、綺麗だ。知らないわよ。こんばんは。あ、こんばんは。のぞうさんのジャケット持ってきた。それはそれは。くみちゃんはまだ帰んないんだよ。山行ってるんだけど。そう、どうしたんでしょうね、こんなに遅くまで。まさか道を間違えたんじゃないだろうね。そんなことないでしょ。今夜はよく晴れてるし、大丈夫よ。あ、そうだね。え、帰ってきたようだよ。そうね。遅かったでしょ。どうしたのさ、今、おしげちゃんと心配してたんだよ。そう。あ、おしげちゃん来てたの？ちょうどよかった。いいお土産があるのよ。まあ、どうしたの？今日、珍しい方にお会いしていただいてきたのよ。東京の方なんだけど、とっても不思議なことでお会いしたの。そうかい。じゃあ私後片付けしてくるから先開けてなさい。東京のお菓子よ。まあ、なんてお菓子だろう。随分綺麗ね。うん。だけど家の中って不思議ね。そのお嬢さんがあの木村さんの妹さんだなんて、まるでねみたいな話なんですね。そうだね。きっと何かその津村さんっていう方たちと、うちと深い縁があるのかもしれないよ。そうね。シャーでもとてもびっくりなったらしいのよ。それでなかなか帰ってくださらないで随分ごちそうになっちゃったわ。そうかい。そんなことなら心配するんじゃなかったわね。本当にさ。じゃあ、おしげちゃん食べましょうよ。でもなんだかもったいないわ。こんな綺麗なお菓子食べちゃうより見てる方がいいわ。じゃあそれをおしげちゃん半分うちに持ってらっしゃいよ。いいな。そうしよう。きよしさんにもあげなくちゃ。あら、切っちゃうの？もったいないわ。いやな、おしげちゃん、お菓子は見るもんじゃないわ。食べるもんよ。兄さん、まだ勉強してんの？何？お菓子の本だ。兄さん、今あげましょうか。なんだ？あ、どうしたんだよ。おきみちゃんにもらったの。今まで東京の人にあっていただいたんです。綺麗でしょ。なんだよ、東京の菓子。嫌いなの？もう嫌いさ、東京のやつ大嫌いだって。何であんなこと言って。食べないなら私食べるからいいよ。まあいいよ。誰も食べないとは言わないよ。だって嫌いだって。嫌いだからって食べないとは限らない。何暮らしにさ。そう、美味しいでしょ。まずいよ。兄さんのへそ曲がり。
に笑ってないで起こしてくださいよ。ねえ、志村さん、陽子さんが呼んでてよ。この間に久美子さんって方がいらしたんですって。え、久美子さんが？ええ。そんなに慌てないでよ。私の話し合いで残っててくれられる。みんな私より好きでも欲しいって言ってしまうんでしょ。いらっしゃいます。自分の怪我だから自分一人で治ってたんでして。悔しいとありませんのよ。ですから邦子さんがいらしてくださりゃいつもお待ちしちゃいましたわ。まあ私なんかそのお嬢様の話し合いでなんか嫌ですわ。邦子さん、私のことお嬢様だよかったおっしゃってよ。まあお嬢様こそ私を邦子だなんて、お邦っておっしゃってください。あら、だけど田舎の方ってみんな上におってますもんね。どうしてなんでしょう。私なんかだとお嬢ってことになりますわ。お嬢ちゃん変ですわ。あ、そうそう、私あんた森様にも作ってきましたのよ。これおついでの折にお着て差し上げてくださいね。すいません、そんなことしていただいて。いや、そんな俺の下がることのまじありませんのよ。私、すみませんのよ。だって知ってる方の中に誰も出世してる人いないんですもん。千鳥様ったら誰もやってありませんのよ。選挙なんですもん。もう帰りなんですか。大変お邪魔してしまいました。いいね。先出しはどうも。こちらこそどうも。せっかく飛んで帰ってたんですから、もう少しが。はあ、まあ、お兄様ったら飛んで帰ってたなんて嘘ばっかり。転びながら乗って。余計なこと言うんじゃないよ。ねえ、クリカ、もう少しいいでしょ。はあ、まだうちに用もありますし、また。そうですか。じゃあそこまでお送りしましょう。本当にあなたとこんなところでお会いしたなんて、僕はなんだか自分が小説の主人公になったような気がしてならないんですよ。もっともこんなこと言ってあなたには失礼になるかもしれませんけど、会社でも未だによくあなたにお世話出ますよ。どうです、もう一度東京へ出てらっしゃるような気持ち終わりにならないんですか。あなたのような人を田舎に置いておくのなんだか惜しいような気がしてならないんですよ。私なんかここでこうして働いてる方がずっと幸福だと思ってますわ。それに田舎も今人はとても足りませんし、ことに私なんか兄がいない間は母や家を守っていかなきゃなりませんもん。ああそうですか。それ確かに大変だな。それに比べるとたかが軽い神経衰弱ぐらいでこうしてプラプラしてる僕なんか、なんだか決まりが悪いってことになりますね。そんな。じゃあ僕ここで失礼しましょう。どうもすみませんでした。またまず見なして。まだ四五日はおるつもりですから。ありがとうございます。じゃあさよなら。さよなら。びっくりしたわ、そんなとこに立って。何もびっくりすることないじゃないか。誰、東京の人かい。ええ、清さんどこ行ったの。町まで。あ、おくにちゃん、いよいよ僕もうじき満州へ行けることになるよ。まあ、早かったわね。でも、もうじきっていつ頃。春になったらすぐさ。まあ、そんなに早く。電話急げた、ちょうどいいよ。ずいぶん
早いのね。早くちゃいけないのかい？だってそんなに早くちゃ私一緒に行けないじゃないの。どうして？だっておっかさん一人置いていくわけにはいかないし、せめて兄さんでも帰ってくるまでは。だけどおくみちゃんとこのおばさんはいつだっていいって言ってたじゃないか。それはおっかさんにしてみれば私たちのためにそう言ってくれるんだけど、だからって私それじゃあおっかさんがあんまりかわいそうで。ねえ清さん、少し伸ばすわけにはいかないの？そんなことできるかい？僕一人で行くんじゃなし、友達との約束じゃないか。そんなことしたらそれこそ僕は女のために大事を謝ることになるよ。おくみちゃんもそうすりゃ悪い女だって言われるぜ。もっとも言われてもいいって言うなら別だけど。クニちゃん、クニちゃんは満州行くのが嫌になったんで、そういうんじゃないか。どうして、どうしてそんなこと言うの？ねえ清ちゃん、じゃあこうしたらどうかしら。あんたにはすまないけど先に行ってよ。私きっと後から行くわ、ね、それでもいいでしょ。すぐにも行きたいわ。仕方がないじゃない。じゃあ仕方がないって言えば仕方がないさ。いいよ、じゃあそうしよう。僕も考えておくよ。じゃあ急ぐから先帰るよ。清さん、あんた怒ってんの？別に怒ってなんかいないよ。どうしたんだい、ぼんやりして。こんな晩、信夫はどうしてだろうね。山田の太郎さんが戦死した知らせがあったのも、やっぱり吹雪の晩だったよ。その話を聞いてから、お母さん、風の晩が怖くてね。おやじなさいよ、そんな。全然のないわ。ごめんよ。こんな場はついろんなこと考えてしまって。さあ、もう寝ようか。今日はひどく疲れてしまったよ。じゃあ肩を折りましょうか。いいよ。お前だって疲れてるんだもん。うん、私は平気よ。そうかい。すまないね。先方ですよ。何だい、ノブのことかい？兄さん負傷したんですって。負傷？
し虫が知らしたんだね。毎日すまないね。ノブが知ったらどんなに喜ぶか。いやだわ、おばさん。もうおばさんこそ大変だわ、毎朝早くから。なーに、戦地で散々苦労したノブのことを言えば、これくらい何でもやりゃしないよ。あ、おくんちゃん聞いたでしょ。何を。おくんちゃん、まだ話してないのかしら。清兄さんの満州行く話、いよいよ決まったのよ。まあ、清さんが。そうかい、そりゃよかったね。で、いつ頃経つの。それが春になったらすぐなんですって。ああ、そんなに早く。でも、ウニ何だって黙ってんだろう。のんきな子だね。早速支度しなきゃ間に合わないじゃないかね。えでも、おくにちゃんとても一緒にはいけないんじゃないかしら。どうしてさ。だって、おばさん一人置いていくわけにはいかないでしょ。まさかそんなことおくにが言ったんじゃあるまいね。私が聞いたわけじゃないけど、兄さんにそう言ったらしいわ。そうかい。バカな子だね。あ、お母さんお母さん。兄さんからハガキが来てよ。どこから？東京の病院送られたんですって。東京へ？で、傷は？大変らしいんだろ。足を手術したんですって。そうかい。でもね、今来てるんだったら、すぐに前に。お母さん、どうしたの？兄さんのことだったら、心配することないわよ。魔法のことなんか心配してやしないよ。じゃあ、どうしてそんな顔してるの？お母さんが心配してるのはお前のことなんだよ。もう、私のこと？うん。お前なぜ清さんのこと黙っていたんだい。春になったらすぐ向こうへ行くっていいじゃないか。お前その話聞かんだろ。ええ。じゃあどうして清さんと一緒に行けないなんて言ったのさ。だって私そんなことできないわ。おっかさん一人置いて。どうしてさ。バカな子だね。おっかさんのことなんかあれほど心配しなくてもいいって言ったじゃないか。そりゃ私だってお前を手放したくはないさ。だけどお前の一生のことなんだからね。おっかさんのために辛い思いをさせたんじゃ。いいのよおっかさん、そんな何も今一緒に行けなくたって。後からだって行かれるんだ。そりゃそうだろうけど、キヨシさんにしてみりゃいい気持ちはしないよ。そんなことないわ。キヨシさんだってそのぐらいのこと分かってくれるはずだわ。ねえおっかさん、もうそんな心配しないでよ。私おっかさんのためを持って行ってるのに、帰って心配させたんじゃ何もしないじゃないの。だからさ、お前は私のことなんか考えないで自分のことだけ考えてくれりゃいいんだよ。そうはいかないわ。じゃあおっかさん、私親子にさせるつもりなのね。そうじゃないけどさ。だったら私の言う通りにしてよ。その仮回し行った時にはおっかさんのことなんかもう忘れちゃうわ。だからそれまでは心配させてよ。いいでしょ。いやだわ、お母さん。またそんな顔して。もう仕事しなくて。お母さん、まあお嬢様も。こんにちは。よくいらしてくださいました。さあどうぞ。え。そうかい。お母さんですね。はじめまして。いらっしゃいまし。娘がいろいろとご厄介になりまして。いいえ、こちらこそどうも。
汚いとこですが、さどうぞお上がりなして。どうぞ。 ありがとうございます。これから東京へ帰らなくてならないもんですから。まあもうお帰りになりますの？おかげさんで陽子もすっかり治りましたし、うちの方でも心配していると思いますから、今日はお礼方々ご挨拶に参りました。お嬢様もうよろしいんですの？お母様で、ね、もうすっかりいいんですの。それよりお兄様のおけがいかがですの？おかげさんで大したこともなくて、何度も東京の病院に移されるとか申し上げて。まあ東京へ、じゃあ今度は栗子さんたちにお見舞いの番ですわね。私たちもぜひお見舞いさせていただきますわ。陽子は日曜のたんびに行けばいいよ。それに栗子さんとも東京止めにされましたね。嬉しいわ。まあじゃあ本当にお母さんとご一緒にいらしてくださいね。お待ちしてますわ。じゃあ陽子さん。じゃあ、さよなら。さよなら。さよなら。でも東京まではなかなか大変だし。大丈夫よ。私一生懸命働いて会いに行けるようにするわ。お母さんだって行きたいでしょ。そりゃお前、行けるもんなら何だって言ってみたいよ。そうすりゃお前と清さんのことだってゆっくり相談もできる。いやなおっかさん、まだそんなこと言ってるわ。こうしているのは申し訳ないくらいですよ。じゃあ私の怪我なんて。本当だ、木の怪我なんて毛穴に入りませんわね。いやだいぶ冒険なすったそうです。妹から手紙で聞きました。まあ冒険だなんて。その説は邦子さん大変お世話になりまして。いや邦子こそいろいろと思う。邦子さんまだ東京でおいでになりませんの？あどうなったんでしょう。お母様とご一緒に必ず出てくるとお約束したんですけれど。ね、でも今は田舎忙しいでしょうし、それに東京まではそう簡単に出てくるわけにいかないでしょうか。どうしてですの？どうしてって皆様のようなお嬢様にお話したってとても想像つきにならないでしょうけれど、田舎の生活や東京へ出てくるにはなかなか容易なことじゃありませんから。そうでしたの？あんなにお会いになりたがってらしたの。くにちゃん
の癖が出るね。感じや。もうお昼だよ。もうそんな時間？どうだい兄さんの傷は？おかげさんでだんだん良くはなったらしいんだけど。そうかい。よかったね。お母さん会いたがってるだろうね。そりゃ。奥にかい。ええ。こんにちは。ハンコ一つ。何ですの？馬のお金が下りたんです。お母さん、馬のお金が下りたんですって。馬のお金？こんにちは。こんにちは。馬の使用補助金です。おばさんとこの秋月が軍用保護馬になったから、おかみから知らさったんです。ちょっと調べて。どうそれじゃ。こんなにたくさんじゃなくて、本当ね。ねえ、奥にこのお金何に使ってもいいのかしらね。どうして？どうしてって、そうすりゃこのお金で信夫んとこ会いに行けるじゃないか。行けなきゃ別だけど。行けないのか？本当はいけないのよ。このお金は馬を立派な軍隊に育てるために出したお金なんだから、人間が使ったんじゃもったいないって役所の人知ってたわ。そうかい。それじゃいけないよね。でもいいわ、おっかさん一人の旅費が融通したくて。でもうまい。うん、構えしないわ。おっかさん一人の分ぐらい私がちょっと働けばすぐ返せるんですもん。でもさ、いけないものに手をつけると罰が当たるよ。もういいよ。さ、余計なことを考えないでご飯に来ようよ。何を見てんだい、バカな子だね。初めてお金を見たわけじゃないし、そんな顔すんじゃないよ。だって、いつまで置いとくとまた気になって、変な気を起こすといけないから、ご飯食べたらすぐ買えばでも買っておいでな。じゃあ、いきなり買っちゃいましょうか。そうしよう。どうなさいましたの？びっくりしましたわ。実は今日は陽子の代理になったんですけど。お嬢様の？あ、いらっしゃいまし。先日はどうも失礼しました。どうぞお会いになって。とにかくお会いになってください。どうぞ。さあどうぞ。さあどうぞ。で、お嬢様のご用って何でしょう？ええ、実は陽子があんなにあなたと約束したのに、未だに東京へ出ていらっしゃるのに大変心配しまして、ぜひお連れしてほしいって言うんです。でないと、無謀さんがかわいそうだって言うの。いかがですか？
かがでしょう。僕と一緒においでになってくださるわけにはいかないでしょう。失礼ですけど、旅費などのご心配はなさらないか。でも、そんな。いえ、でないと僕が陽子たちに怒られますし、ぜひどうぞお母さんとご一緒に。しかし、こう早く行けるとなると、ちょっと心が乱れるな。おい、もう一つ。どっちな。うん。この白子も食い納めだからな。今日忘れんように、今のうち追いに行くってことだ。おい、前田も食わんか。うん、いいよ。確かに、俺たちは、前田なんか、こんことを忘れられんな。兄ちゃんを残してくれ。わかりねえ。俺はそんなめめしいことはしないよ。次の服だって忘れようと思えば、いつだって忘れられん。そう、いい。嘘の廊下。そうだからないよ。いや、お噂をする話ってのはおぐんちゃんじゃん。さあどうぞ。さあどこ行くんだよな。誰だよあの男は。東京のやつだろ。ひどいことないんだ。しかし話してみるとおぐんちゃんには前田よりも遠くのやつがよく似合うと。なるほど。東京の人がわざわざ迎えに来てくれたんですって。私も来たかったわ。行け。兄さん、連れてって。また今、それどこじゃないんだ。しげ、いよいよ満州行く日決まったぞ。まあ、いつ？10日だ。じゃあ、あと5日しかないじゃないの。うん。でも、困ったわね。何が？何があって。それまでのおくんちゃん帰ってくりゃいいけど、このこと知らせたのかしら。まあ余計なことしなくたっていいよ。もう大丈夫ね。向こうに2日いたって3日ありゃ帰れる。大丈夫だわ。東京へ初めて出ていらっしゃる。ついでに見物も出さなくていけなかったね。3日もあれば出てきますから、きっと陽子たち喜んでご案内しますよ。何までしていただきゃ。でもせっかく出ていらっしゃるんだから、この同じことなさらなくちゃ。また誰か出世かしら。そうらしいね。
やれやれ。お母さん疲れたでしょ。お前こそ疲れたわ。私は平気よ。あ、お母さん、私このままキヨさんとか行ってきちゃうかしら。あ、そうし、心配してついけないからね。おくにちゃん、何してんのさ。ちょっとキヨシさんとかへ。キヨシさん、キヨシさんには出かけたよ。どこへ。どこへって知らないのかい。満州行くんで今駅を送られてったよ。満州。本日図らずも前田、高木、野口の3君を東府北満の天地に送ることになったのは、府省本庁として誠に近海に大変ところであります。もとより村としては諸君らを失うことは大きな打撃でありますが、諸君の有する公営ある国家的使命の前には物の数ではありません。諸君は何ら孝行の憂いなく、幾多の先輩が尊い師匠を流して築き上げた大陸開拓の第一線に立って活躍していただきたいと思うんであります。思えば諸君の使命は重かつ大であります。どうか健康に留意されて、この私たちの名誉ある府総伝来の村の名を遠く北満の天地に驚かせてもらいたいと思うんであります。ではごきげんよう。ご活躍をお祈りします。ただいまはいろいろご丁寧なるお言葉を賜りありがとうございました。私どもの行く手には多くの難関が控えておることと思いますが、不都を不屈倒れて後やむの精神を持って必ずご期待に背かぬよう努力いたす決心であります。これがまた今までの皆様のご好意に報いる唯一の道だと信じております。では皆様さようなら。簡単ではありますが、これをもってご挨拶に返させていただきます。では京都に対して最後のご挨拶をさせていただきたいと思います。とうとう帰ってこなかったね。Thank you.
おくみちゃん、おしげちゃん、ごめんなさいね。仕方がないわ、急に早くなったんですもん。泣いちゃいけないわねえ、おくみちゃん。さあ行きましょうよ、みんなが見るわ。クニちゃん、これ兄さんの手紙よ。もうきっと後から来るのを待ってるっていうのよ。そうかしら。そうよ。あら、やのクニちゃん、今泣いてたと思ったらもう笑ったりして。会えずに出発するのは残念だが、代わりにこの手紙を置いて、僕は今まで変に怒ったりして悪かった、許してた。でも僕はいろいろ考えてたんだ。そして今やっと考えが決まったよ。おくみちゃん、僕はおくみちゃんを諦めることにしたんだ。嫉妬して言ってるんじゃない。僕は今満州へ行こうとしてるんだ。男が行こうと決心したからね。僕はもう故郷の全てを忘れてしまわなくてはならないんだ。でどうして向こうで大きく働くことができるの。おくみちゃん、僕は今おくみちゃんを諦め忘れようと努めている。僕にとって過去はいらないんだ。いるのは未来だけだ。じゃあ、くみちゃん、さようなら。幸せを祈る。友達もそう言ってたけど、おくみちゃんはやっぱし田舎より東京の方が似合うんだ。おくみちゃんは東京が似合い、僕は満州が似合う。もともと二人は別々な道を行くようにできてたかもしれないね。じゃあ、今度は本当にさようなら。お母さん、これからもよろしく言っておけ。おきめちてんだ。こんなことあんまりだわ。クミちゃんの気持ちも知らない、こんな勝手なこと。おくみちゃん、私とっても気がつかなかったね。気がつけな、こんな。こんなことにならなかったのに、おっかさんのためにお前にとうとうこんな思いをさせちゃって。いいのよ、おっかさん、そんな何も嫌なんです。でもお前はあんまりかわいそうで。それよりおっかさん、今日はもう疲れたからおやすみ。忘れてた、秋月に何もやらないです。
働きましょうね。気をつけて行っといでよ。早く神様に叱られないようにね。大丈夫よ。今回の事変に農軍からも多数の馬が挑発され、重要なる将兵とともに一心同体となって活躍しているのである。しかるに農馬は兵祖の鍛錬に欠けているために、人馬ともに並々ならぬ苦心を払わねばならぬことがしばしばである。したがってこの鍛錬はいわば馬の軍事教練だ。諸君がよくこの趣旨を対して鍛錬の実を挙げたことは誠に近代の至りである。特に、若い美女子の身をもって男子に越してそれに劣らぬ成績を挙げられた方のあることは甚だ感激に堪えない次第である。なお将来名誉の挑発を受けた場合、十分国家にご奉公のできるよう、今後とも一層の努力をさられることを切望する次第である。終わり。調子か再発官殿に対して、ケラいや、阿久仁さん、よかったね。それはそうと、おくにちゃんはいつ満州行くのね。あんまり待たせるとかわいそうだよ。おくにちゃん、褒められたんですって。よかったわね。どうしたの？褒められたのにそんな顔して。ねえおじいちゃん、お兄ちゃんからその後便りあって。うちへはあるんだけど、私には何とも言ってこないわ。こっちが怒ってるんで、向こうでも怒ってるのかもしれないけど。向こうで元気なのかしら。どうだか、あんな人をどっちだっていいわ。私もお兄さんとも何とも思ってやしないんだから。そんなこと言っちゃいけないわ。だって、おくにや、の方が帰ってくるとさ、兄さんは、ほらこれ。
しげちゃん、どうしたんだい、そんなに慌てて。うん、信夫さん帰ってきたのよ。そうかい。しばらく経ったな、おしげちゃん。留守中はいろいろお世話になったそうで、ありがとう。本当にさ、お前が怪我をした時なんか毎日のようにお参りしてくれたんだよ。そうかい、どうりで治りが早いと思ったよ。僕にもよくやってくれたな、お礼を言うよ。大したこともできないね。いや、だいぶ辛い思いをさせたらしいが、その代わり一ついいお土産をやろう。何、うん、さあ、これだ、清君からの手紙だ。清さん、兄さんから。うん、まあ待て、俺が今呼んでやる。何でしょう。何だろうね。うん、その後傷の経過もよろしいとのこと。あ、これは俺のとこだ。あ、これだこれ。井川君、よく聞いてろ。おしげちゃんもいいかい。え、じゃあ読むよ。こちらも元気で開拓に努力しています。満州は我々の想像以上の欲度でして、故郷に対する心残りなどいささかも湧かないことを幸福に思っています。ただ今になってかかることを申すのも誠に宦官の至りですが、ただ一つ残念なことはおくにちゃんのことです。5月の際は一時の興奮に駆られて、おくにちゃんと別れることを男子の一挙さえ思っていたものの、今になってはかえっておくにちゃんに許しを求めたい思いを切に感じる結果に陥りました。はっきり申します、かつての僕の考えは違っていました。満州へ行くには女は邪魔だと強いて考えた僕は浅はかでした。こちらへ来て初めて開拓事業の裏にはいかに女の協力が必要であるかを痛感したからです。いかがでしょう、今にしてあまりに勝手な言葉で愚かしく思われるかもしれません。しかし愚かさを隠さず申すこの僕を許されて、貴兄よりおくにちゃんにこの意を伝えていただけないでしょうか。おっかさん、まだだよ。僕から直接おくねちゃんに申すのもあまりに気恥ずかしく、かくは病床の規定を煩わす次第です。勝手なことを申してすみません。よろしくご配慮のほどしてお願いいたします。どうだおくね、これが兄さんのお土産だ。おくね、誰ともそんな顔して、せっかく帰ってきたのに泣かれたんじゃかなわんよ。で、どうだ奥に、早速電報でも来たら、すぐよく待っててくださいとな。さあ、兄さんの命令だ、すぐ行け。兄さん、なんだまた変な顔して、行けったら早く行け。なんだ、そいつ引くのはずやった。なんで。